シリアルゲームズの細川です。今回はマルチデバイスなデルファイで生かすウェブアプリケーションということで、お話しさせていただきたいと思います。で、まず初めになんですけど、ここ最近ちょっとやってなかったので、そもそもお前誰やねんっていうところがあると思います。なので、まずシリアルゲームズの紹介ちょっとさせてください。シリアルゲームズはゲームをはじめとしたエンターテインメント系のソフトウェアを作っている会社です。で、会社自体は秋葉原にあって、ここからすごく近いんですね。で、最近はゲームだけではなくて、下に書いてあるんですけど XR、VR だったり AR、MR といったものも取り組んでいます。で、僕が主に関わっているのは一番下の受託開発の部分ですね。 PC だったりスマートフォンのアプリケーションを作ると。で、もともと PC だけだったんで、デルファイをずっと長いこと使っていたんですけど、最近スマートフォンもアプリの仕事がいっぱいありますので、それをデルファイでやっているというところです。で、あとこれは宣伝なんですけど、うちで出してるゲームなので、時間があったらぜひやってください。ユーザーがすごくいないです。で、今回のアジェンダです。今回、他のセッションだったり、今までのデベロッパーキャンプで REST API に関してとか、普通に HTTP でこういろいろアクセスするものいっぱいあったと思うんですけど、今回はその辺はいっぱいやられているので、THTTP クライアントの使い方から始まって、ウェブブラウザー、TWeb ブラウザーですね、を使って、何か簡単なアプリの作り方をご紹介しようと思います。で、最終的に、TWeb ブラウザーを使って何を作るかというと、このハイブリッドアプリというものを作ります。ハイブリッドアプリの説明についてはまた後ほど出てきます。ということで、まずは THTTP クライアントから。で、今まで、HTTP で通信できるクラスというと、TIDHTTPというインディが提供しているクラスがあったんですね。で、インディはすごいチームで、この辺のことを全部自前で組んじゃってるんですね。で、全部オブジェクトパスカルで自前で組んだものなので、基本的に OS の機能、そんなには使っていません。一番下のレイヤー、ソケットとかその辺は使ってるんですけど、それ以外はもう自分たちで全部作っちゃっていると。なので、マルチデバイス対応もすごく余裕があったっぽくて、一応普通に動きます、インディを使っても。で、僕がインディで、使っているのは、これ HTTP のクライアントの方なんですけど、サーバーの方も使えて、iOS の上でサーバーを立ち上げるっていうことをやったことがあって、で、それでローカルホストで通信するとか、そういうこともやったことがあります。で、さらに今回は新しく THTTP クライアントというものが入りました。こちらはですね、XE8 から導入されたクラスで、OS の提供するクラスのラッパーです。なので、これを使うと OS が提供している HTTP だったり、この SSL といった機能をそのまま利用することができます。逆にインディの方は自分で書いているので、HTTPS とか SSL を使ったものに関しては OpenSSL を使わないと、できないと。で、簡単な表にまとめました。クラスは、インディの方は TIDHTTP で、新しく入ったのは THTTP クライアントで、提供しているのは、インディの方は もちろんインディで、で、下の方はエンバカデロさんがこうシステムネット HTTP クライアントクライアントというユニットで提供しています。で、先ほど言ったように実装は自前だったり、下の方だったら OS の機能をラップしていると。なので、OpenSSL、DLL とかは、HTTP クライアントの方には必要ない。で、Apple が、Google もそうなんですけど HTTPS の方を推奨していて、なので、TIDHTTP の方だと OpenSSL、DLL とかが必要になってくるので、これからは多分 THTTP クライアント
を使う方が、楽になるのではないかと。あとまあこちらにも書きましたが、iOS の場合はダイリブという動的にリンクするようなライブラリは認められていないので、まあ、そもそも SSL の通信ができなくなってしまうと。そして、セキュリティホールなんかの、問題があったとしてもですね、下の方だったら OS の方が、それを改善してくれると。この間確か OpenSSL の方で重大な脆弱性があったと思うんですが、あの辺も、使っているとそれをこう置き換えないといけない。今出しているアプリとかも置き換えて出さないといけないっていうのがあったりするので、まあ、これからは下を使っていく THTTP クライアントを使っていくのがいいのかなと思います。ということで今回は THTTP クライアントの説明をしたいと思います。でまず、今回こういうアプリケーションを、作りました。すごく簡単です。 T フォームに、T メモとボタンが貼ってあるぐらいですね。で、まあ、下レイアウトのためにレイアウトとかあとスタイルのためにスタイル貼ったりはしてますが、まあ、こんな感じです。で、この下のボタンを押すとどっかのサーバーにアクセスに行って、まあ、そのリクエストが返ってくると。ちなみにここに映っているのは、エンバカデロさんのサイトの、コードです。 HTML のソースそのままです。で実際どんな風に作るのかというと、まあこれは当たり前ですけど、ユーザーズにシステム .net HTTP クライアントというユニットをユーザーズに追加します。でそうすると、HTTP クライアントというクラスが使えるようになるので、まあ、これをプライベートのところに宣言しておくと。で、あとはまあ普通に宣言したものですね。で、フォームクリエイトのところで、まあ、HTTP クライアントのクラスをインスタンス化して持っていて、まあ、デスクトのところでディスポーズすると。で、ボタンが押されたらリクエストというメソッドを呼ぶようにしました。まあ、ここからが本題で、リクエストの中身ですね。どうなってるかというと、たったこれだけです。すごく簡単に使えて、ゲットメソッドを使うと、そのレスポンスが取得できます。戻り値は、IHTTP レスポンスというインターフェースになっています。で、このインターフェースが、コンテントアズストリングというメソッドを持っているので、これを使うと、文字列として受け取れます。これをやったのがさっきの画面ですね。なので、まあ、文字列として取得もできますし、IHTTP レスポンスには他のメソッドもいくつかあるので、まあ、ストリームでもらったりもできるんですね。なので、まあ、こう適宜、自分に良さそうなメソッドを使って、取っていきます。今回は簡単のためにコンテンツアズストリングばっかり使っています。で、先ほどのゲットなんですけど、実はブロッキングメソッドです。非同期ではないんですね。なのでゲットを呼んだ瞬間に UI スレッドがブロッキングします。なので、例えば読み込み中っていう、こうぐるぐる回すアニメーションとかしたいなと思っても UI スレッドが止まってしまうので、そのアニメーションも動かないと。でさらに Android の場合は ANR というエラー、アプリケーション not responding というエラーで、アプリが無応答だけど落とすよっていうダイアログが出されちゃうんですね、勝手に。なので、UI スレッドを使って作るようなものに関しては、まあ、ゲットメソッドはあまり向いていないと。現実的にはこれは使わないメソッドだと思っています。なので現実的なメソッドとして、begin get っていうメソッドがあります。これを使うと非同期リクエストが発行できます。まあ、どんなふうに使うかというと、まあ、先ほどの1行だったところ、まあ、これもそのまま1行なんですけど、中にレシーブするための、無名関数がそのまま入っています。で、やってることは同じですね。戻ってきた、Async Result というところに戻り値が入ってくるんですが、
戻ってきたものを、IHTTP レスポンスインターフェースにキャストして、そいつが持っているコンテンツアーズストリングを呼び出して、まあ、メモに追加すると。やってることは同じなんですが、ちょっとまあ中身が増えていると。このタイプリファレンスオブで、値を受け取るというのをこれからすごく Android とかの対応もあって増えてきます。なので、まあ、こういう形で1行で書けるようになっているやり方をあまりこう使っていない方もこれから使っていかざるを得ないのかなと思います。で、このプロシージャーで名前ついていない無名関数なんですけど、これあの UI スレッドではなくて、HTTP クライアントが中で持っているスレッドのコンテキストでやってくるんですね。なのでそのまま UI を触ろうとすると触れることもあるんですけど、まあ、基本的には動かない。なのでシンクロナイズして UI と UI スレッドと同じスレッドで動くようにしてあげます。これだけが注意点ですね。あとはもう本当にこれを書くだけで簡単です。で、先ほどさらっと async result を IHTTP レスポンス型にキャストすると書いたんですが、まあ iAsync result インターフェースはですね、何かというと t なんとかかんとか HTTP レスポンスっていうクラスなんですね。これはそのなんとかかんとかというところには何が入るかというと Win だったり Android だったり、iOS といった名前が入ります。つまり非同期で値を返すクラスのそれぞれの OS の実装になっています。で、この t なんとかかんとか HTTP レスポンスはですね turl レスポンスを継承していて、この turl レスポンスが iasync result を継承しているという、まあ、なかなかめんどくさい構造になっていて、まあ、そうしないと、まあ、OS との分離ができなくて、まあ、コード共有化率が下がると。まあ、でもこの仕組みによって、まあ我々は簡単に使うことができます。そして、これちょっとあの難しいというか、あんまり文献がなかったんですが、ポート番号の指定、本来は turi というクラスのインスタンスを渡して、get だったり、まあ、post だったり呼ぶんですけど、そうするとですね、この引数が結構長くなってめんどくさくなっちゃうんですね。いくつかオーバーロードのバージョンがあるんですけど、まあ、一番簡単なこれを使いたいと、あの文字列で URL を指定するだけのものが使いたいという場合はですね、この、まあ、いわゆる一般的な URI の書き方で HTTP の後ろにポート番号を書くというやり方で普通にこのポート番号でアクセスに行きます。なのでまあURI を自分で作らなくても文字列を、ストリングビルダーとかで、まあ、作っていっても楽かもしれないですね。で、今ちょっと話、ゲットだったりポストだったりと言ってしまいましたが、つまり、こいつにもポストはあります。他にあのヘッド、プット、デリート、オプション、トレースなんかがあります。なのであの REST API の方で使う場合にも、まあ、これを直接叩いて、HTTP クライアントから、アクセスすることももちろんできると。そして、ポストで、パラメータを送る場合ですね、T ストリングスを受け取るオーバーロードバージョンがあります。なので、こういう形で、foo イコール100、bar イコールデルファイとか、まあ、こんな感じで書いておくと、それがパラメータとして渡ると。これ中で、ポストの中でこのパラムスっていうのを分解してハテナつけたりアンドつけたりしてくれると、ゲットの場合ですけどね、まあ、してくれたり。で、あとストリームを使ったバージョンもあります。なのであのバイナリデータ送ったりするときは、まあ、その T ストリームを使って、バイナリの、ストリームを用意して、でそれをポストに渡してやると。そうするとまあ中でうまいことやってくれて、ポストが発行されるという仕組みです。で、さらにですね、おすすめしたいのが tnet.http クライアントっていう、コンポーネントがあります。これは t.http クライアントをラッピングしたものです。
で、tnet.http クライアントコンポーネントを t フォームにドロップすると、他のインディとかと同じですね。tid.http みたいな形で、まあ、普通に、コンポーネントとして使えるようになると。ただ、これはベルリンより新しいバージョンじゃないと非同期通信ができなかったんです。つまり XE8 と10シアトルの場合は、非同期通信ができなくて同期通信だけだったので、まあ、基本的には使わないと僕は前に言いました。ベルリン以降は使えるようになりました。で、先ほどの、フォームに、こういう形でネット、HTTP クライアント1という形でドロップした状態です。そうすると、まあプロパティで、まあ、いくつか設定ができるんですが、その中でまあアシンクロナスを true にしておくと。他にもこの直下のコネクションタイムアウトだったりレスポンスタイムアウト、このあたりは自由にというかそのサービスに適した値に変えておくといいと思います。あとユーザーエージェントで何か判断する場合もあると思うのでユーザーエージェントも変えられると。そしてアクセプトのところでいろいろ何を受け入れるとかエンコーディングとか、まあ、チャーセットとかその辺も全部設定できるので、まあ、ここで適切な、プロパティを設定しておく。で、実際どうやって使うかというと、まあ、イベントを使って、実装していきます。とりあえずデータを受信するだけだったら、この3つオンレシーブデータ、オンリクエストコンプリテッド、オンリクエストエラー、この3つだけ設定すればいけます。で、他にもまあ、オースイベントだったら、ベーシック認証が走ったりとか、まあ、そういうのもあるので、まあ、この辺も、適宜、イベントを設定すると。で、さっきの tnet.http クライアントと違うところは、先にシンクロナイズした状態でこのイベントを呼んでくれるので、もうイベントの中では直接 UI を触れます。ということで、この実装をちょっと見ていきます。まあ、まず、NetHTTP クライアント1に対して GET を投げています。これは DocWiki ですね。DocWiki の URL。そうすると、Asynchronous が True だった場合は BeginGET が呼ばれます。これが False だったら、先ほどのブロッキング用の GET が呼ばれる。なので、我々は特に考えることもなく GET を呼ぶだけでいいと。そして、エラーが起きる場合は、エラーが文字列でやってきます。HTTP のエラーなので、まあ、文字列でやってきます。まあ、この文字列を、まあ、中で解析して、分岐したりすると。そして、一番重要なのがこの、レシーブデータですね。これでパーセンテージ、今どういう状態なのかっていうのが戻ってきます。で、リードカウントは、読み込んだバイト数で、コンテントレングスは、その読もうとしているデータの長さなんですが、基本的にこいつはマイナス1がほぼ返ってきます。というのはヘッドで返ってくればいいんですけど、コンテントレングスが入ってないところはいっぱいあるので、まあ、そういう場合はマイナス1になっていると。例えば、HTTP を介してピングの画像とかを撮る場合はもうサイズが分かっているのでここにサイズが入って、ちゃんとした値になると。で、リクエストコンプリテッド、オンリクエストコンプリテッドで、全部が終わるので、まあ、ここでコンテントアズストリングを読んで文字列としてもらうと。まあ、この、レスポンスももちろん IHTTP レスポンス型なので、まあ、こういう形で値を取得できます。で、これの注意点なんですが、オンレシーブデータを処理している間は受信スレッド止まっています。シンクロナイズで UI スレッドにやってくるので、その間に、シンクロナイズしてこちら側が何かやっている間はずっと止まっているんですね。なので、ものすごく大きなデータをダウンロードしている場合は、これがバカになりません。なので、まあ、ちょっといろいろ考えないといけないと。で、さらにこちら側で長いことやっていると、サーバー側から切られちゃうこともあるんですね。その辺も考えて、UI の処理を作っていかないといけない。これを
ゃあどうやって改善するかというと、まあ、こういう形でスレッドもう一個立ち上げちゃえばいいと。僕はいつもこうやっています。ワーキングスレッドの方に Q みたいなものを持っておいて、HTTP クライアントからもらったのもそこに投げると。もうですぐもう HTTP クライアントは処理を抜けてしまうと。で、真ん中のワーキングスレッドの方でデータを処理したり、UI スレッドにデータを渡したりしてあげます。で、さらに言うとですね、ワーキングスレッドと THTTP クライアントのスレッドはの間は UI をいじらないので、本当はシンクロナイズする必要がないんですね。なので自分で、まあ、そういうためのクラスを作ってしまってもいいかもしれません。で、次の話で T ウェブブラウザの方に入ります。T ウェブブラウザーは、まあ、ご存知の通りウェブを表示するコントロールです、まあ、HTML ですね。で、10.1 ベルリンからこれはデスクトップにも入りました。それまでは iOS と Android のみでした。なので、まあ、あの Windows と MacOS にも、ウェブを表示することができるようになったと。で、実装はWindows の場合 MSHTML で、 MacOS の場合は WebView、 iOS の場合は UIWebView もしくは WKWebView で、 Android の場合も WebView ですね。ただ Windows の場合ちょっと注意が必要で、デフォルトブラウザーがですね10から Edge に変わっています。なのでこの MSHTML は IE10用の、実装というか、まあ、コントロールセットなんですね。なのでこの MSHTML がいつまでこうバージョンアップをしてくれるのか、エッジの方で基本的にはエッジの方は、まあ、ずっとバージョンアップが上がっていくんですけど、今後 IE10 のこの MSHTML どうなっていくのっていうところで、まだ決まってはいないそうなのですが、まあ、早急に何とかしてほしいなと思っています。というのは IE10 の方はもうあのバグフィックスとかセキュリティホールのフィックスだけで機能を上げないと言ってるので、 HTML の機能っていうのはどんどんこう日々上がっていくので、表示できなくなってくる日がいずれ来るのではないかと思っています。なのでエッジの DLL の方で、まあインターフェースとかが同じインターフェース もしくは最悪違うインターフェースでもいいんですけど、まあ、表示されないと今後困るということだけちょっと覚えておいてください。で、簡単な使い方はもう本当に簡単です。あのフォームに TWeb ブラウザを貼る、そしてナビゲートで URL を渡す。ただこれだけで、まあ、もうこのように表示されると。で、TWeb ブラウザのイベントも、基本的にはこの3つ、On did fail load with error、On did finish load、On did start load、この3つを、書いてやれば大体、まあ、動くと。で、これちゃんとあの実装すれば普通にインジケーターぐるぐるさせたりとかできますので、ただあの iOS と Android に、まあ、限らないんですけど、FireMonkey のコントロールってネイティブのコントロールの上には描画できないので、このあたりどうするかっていうのはあります。僕はこの場合は TWeb ブラウザを画面外に押しやってそこにぐるぐる表示して、読み終わったら画面内に持ってくるみたいなことをやっています。で、今のでデスクトップ用であれば、まあ、大体あの思ったものが作れるんですけど、モバイルデバイスの場合はいくつかやらないといけないことがあります。それが、今回はこの3つ、ハードウェアバックキーへの対応とハイブリッドアプリ化、そして外部ウェブブラウザの起動の3つをやっていきたいなと思います。この3つを載せた、T ウェブブラウザーヘルパーというヘルパーをあの作っていきます。まずその T ウェブブラウザーヘルパーを作るにあたって、必要なメソッドを先に作ってしまいます。まあ、T ウェブブラウザのハックと書きましたが、
T ウェブブラウザの実装が先ほど言ったようにもう全然全て違うものなので、プラットフォームの依存がなくなるようにいろいろなものが隠蔽化されています。でそれを、無理やり取り、RTTI を使って無理やり取り出そうという仕組みです。で、この仕組みとして as custom browser というメソッドと getField というメソッドを実装して、します。で、すぐにはこれ使わなくて Android、iOS の方で、まあ後で、getField メソッドを使うという場面が出てきます。ということで、まあ、クラスヘルパー for T web ブラウザーということで、ヘルパークラスを作っています。そして as custom ブラウザーと getField に関しては Android と iOS にしか使わないので Win32 だったり MacOS でビルドするとここで警告が出るんですね。ヒントが出ます。使ってないよって言われるので、それをifdef で囲うのがめんどくさかったので今回プロテクテッドにしました。そしたらいずれ誰かが使うのかもしれないとコンパイラーは判断するのでヒントが出ません。なので、まあ、本当は ifdef とかで分けた方がいいような気はします。で、先ほど言った3つ、ここに、定義しました。セットフォーハイブリッドアップというのがハイブリッドアプリ化するもので、チェックバックというのがバックキー、ハードウェアバックキーをチェックするもの。そしてオープンデフォルトブラウザというのがデフォルトブラウザを開くためのメソッドになります。まずas custom ブラウザの実装です。どうなってるかというと、まあ、こうなっています。シェアードコンテキストというのはFMX タイプスに宣言されている TRTTI コンテキストです。これはもうインスタンス化されているものなのでそのまま使います。でこれを使ってクラスタイプ、自分自身ですよね、ヘルパーなので T ウェブブラウザーのクラスタイプがこれで帰ります。で RTTI のタイプとして通って、それがNIL だったら抜けると。で NIL じゃなければ今度はタイプからフィールドを 取ってきます。でこのフィールド名が FWeb というフィールドなんですが、これが iCustom ブラウザのインターフェースのインスタンスを持っているものです。なのでこれを RTTI タイプの GetField から取ってきて、まあ、やっぱり NIL じゃなかったら下に行くと。で、その取った RTTI フィールドを、get value して、で as interface としてインターフェースとして取り出すと。でそれを全体を iCustom ブラウザーとして、キャストして、リザルトに返すというものです。まあ単に RTTI を使っているだけなので、ここはそんなに難しくないと思います。で同じように get フィールドの方ですね、先ほどのas custom ブラウザーは、まあ、get フィールドの中で使うためにあります。まずここでちょっと一番最初のリザルトのところですけど、デフォルト t っていうのがあります。これデフォルト関数というもので、ジェネリクスの型の t のデフォルトの値を返してくれます。例えばインテジャーだったら0が返るし、ポインターだったら nil が入るみたいな形です。なので、まあ、これでデフォルト値を、とりあえず設定しておくと。そうすると、まあ、エグジットするだけでその値が入っているので、エラーかどうかが分かるというものです。で、まあ、先ほど言ったように、ブラウザー、as custom ブラウザーで、iCustom ブラウザーの、インターフェースを取ります。で、この取ったものをクラス化、as t オブジェクトで、実はクラスなんですよってこうやってしまうと、この2行目なんですけど、こういう形でクラスが取れるんですね。obj.classType という形で、このインターフェースが何のクラスだったかっていう情報が手に入ります。なのでそれを使って、同じように RTTI タイプを取り出します。なぜこれをしないといけないかというと、このクラスタイプは TWin なんとかとかだったり TAndroid なんとかという形で、
外に出ていないクラス、我々がアクセスできないクラスなんですね。なのでこういうちょっと回りくどいやり方をしてそのクラスを取り出すということです。で、ゲットフィールド、同じですね、ゲットフィールドして、この i フィールド、これが何か分かりませんが、この引数の部分ですね、文字列で指定された引数のフィールドを取り出す。そしてやはり同じようにゲットバリューをすると。で今回の場合はタイプが分かりませんので AsTypeT を使って、T の、型に変キャストして、それを取り出す。でやっぱり失敗したらデフォルト T を返すというふうにしています。で、本題です、ハードウェアバックキーへの対応、Android はハードウェアバックキーがあるので、左下にこう戻るボタンとしてあるんですが、あれをウェブブラウザの上で行うと何が起きるかというと、まずキーボードが表示されている場合はキーボードが隠れます。次にページが戻れるんだったら戻ります。そして戻れなくなったらアプリが落ちて前のアプリが出てくると。 T ウェブブラウザを載せただけだとそのアプリ全体がいきなり終わっちゃうんですね。キーボードが出ていたら出ていようが前に戻れようがそのまま終わります、アプリが。なのでそれを防ぐためにハードウェアバックキーの対応というものが必要です。実際にはどうするかというと、こういう形でまず FMX バーチャルキーボードサービス、これを取り出します。これはインターフェースです。で、T プラットフォームサービス、カレントのところにサポートプラットフォームサービスというのがあるので、このインターフェースを指定してあげてやるとサービスが取れます。先にあれですね、バックキーが押されているかどうかの判断が必要でした。この一番最初引数として i キーワードとして入ってくるものが VK ハードウェアバックだったら、これがハードウェアバックキーですの仮想キーコードですだったら取り出します。で取り出したものを使って T バーチャルキーボードステート .visible がサービス .virtual keyboard state に入っていればキーボードが表示されているのでキーボードを隠します。でこれは、キーボードを隠すというのは OS の動作になるので、僕らは何もしないということです。で、何か、状態の変化があったのでリザルトとして true を返しています。何もない場合はリザルト false、 一番最初に設定してあるんですけどリザルト false で返ってくると。そしてキーボードが表示されていなかった場合は、元に戻れるかどうかを、元じゃないな、前のページに戻れるかどうかを can go back で、チェックして、戻れるんだったら go back で実際に戻るということをしています。ヘルパーなのでこのセルフは、T ウェブブラウザ自身です。で先ほど作った、チェックバックは、基本的には、フォームの、フォームキーアップイベント、キーアップイベントで、見ます。ハードウェアバックキーがキーダウンとかでは来なくてキーアップだけで来ます。というのはハードウェアバックキー実は長押しとかもできるので、普通にこうクリックしただけ、タップしただけだとキーアップの時にやってきます。なのでここで web ブラウザ 1.checkback カッコキーってやって、それを見ると。で何か、動作をしていた場合は true なので、これ以上勝手に処理されないように、キーに対しては0を代入しています。キーとキーチャーはバーなので、普通に値を変更できます。なので0にしてやるともう何も起きないでそのままスルスルということです。これがをゼロにしないと普通にバックキーの処理が走って、デルファイのアプリケーションの場合はそのままクローズしちゃいます。で次に T ウェブブラウザのハイブリッド化、ハイブリッドアプリ化です。ハイブリッドアプリとは、コンテンツのほとんどをウェブに任せていて、アプリ側ではローカル通知とかウェブで、操れない部分を実装しています。つまり
土台にアプリがあるんですけど、その上に T ウェブブラウザが載っていて、そこの中だけで完結する世界を作り出すものです。で、ハイブリッドアプリの場合はですね、ウェブで無用なスクロールエフェクトとか、最近は出ないと思うんですけど、 Android 2.x の頃とかは右下にズームボタンプラスとかマイナスとかがあって、まあ、そういうのがあったりしたので、それらを、消す必要があります。なのでまずは、こういう形で先ほど作ったものがやっと出てきました。 Get Field で、J Web Browser というインターフェースの型として FJ Web Browser を取得します。これは Android 用のもので、 J Web Browser とかは Android の SDK に存在するわけではなくて、これエンバカデロというパッケージの中に入っているものです。まあ、それを取り出して Web Browser、 J Web Browser の機能を呼び出します。そうすると Get Settings でいろいろ設定できるんですが、一番最初がキャッシュモードで普通デフォルトにしています。つまり普通のキャッシュです。エクスパイアが設定されていればエクスパイアでエクスパイアされますし、そうじゃなければ受け入れると、普通のことをやっています。で、セットオーバースクロールモードで、オーバースクロールネバーというのは、Android の場合こうギュッとやるとなんか上がフワーンって光ったりとか下がフワーンって光ったりすると思うんですが、ああいうエフェクトをなしにしていると。で、ビルトインズームコントロールは先ほど言ったプラスとかマイナス、あれを表示させないようにしています。そして一番下の2つ、セットロードウィズオーバーモードと、オーバービューモードと、セットユーズワイドビューポート、これを両方ともトゥルーにすることで、アプリよりも大きな、アプリで表示できるサイズよりも大きな、ウェブが来た時も自動的に縮小していい感じに表示してくれるというものです。で、この2つを設定して、Android の方のハイブリッドアプリ化は終わりです。で、iOS の方です。iOS の方はすごくやることが少なくて、UI Web View として、定義されている F Web View をまず取り出してきます。そうすると、この UI Web View が、スクロールビューセットバウンシーズというのを持っているので、それをフォルスにすると。これ何かというと、iOS の場合はこう引っ張ってロードとかの時にこう実際に画面がグッて引っ張れるんですね。で、そうするとそこに空隙が生まれてしまって、アプリとしてはそんな動きするものないので、おかしいということで、バウンス、その機能バウンスというんですが、バウンスをフォルスにする。それでこうギュッて引っ張ったりしても動かなくなるということです。で、この2つを呼んでやることで Android と iOS はハイブリッドアプリ化ができます。で、Windows と Mac の場合はこの Else Begin End のところが呼ばれて、特に何もしません。Windows の場合は特に何もすることはないと思います。僕はこういう形で作っています。で、もう一個、外部ウェブブラウザの起動ですね。これは、T ウェブブラウザで、ものは、ウェブは表示できるんですけど、実際にデフォルトブラウザで開かないといけないという時があります。例えば、これはゲームの話が多いんですけど、初回1度目のユーザーは1回デフォルトブラウザに飛ばして、そこで認証とかをやった後に戻ってきたりとかするので、でその認証情報を引き継いでアプリ側で持ったりします。だったり、ゲームでヘルプを表示したいという時に、外に飛ばす場合もあります。中に表示することももちろんあります。で、あとは何かこうメンテナンス中とかのインフォメーションの場合はもうアプリ動かないので、そのまま外に飛ばすこともあります。なので、これも必要だろうということで、これも、ウェブブラウザーヘルパーに組み込んでいきます。これはすごく簡単です。外部ウェブブラウザの起動は、Android の場合、インテントを使うの
で Android の場合はインテントを、変数宣言しておきます。で Windows の場合はすごく簡単で、シェルエグゼキュートでオープンに対して URL を渡してやるだけ。もしもこれが失敗した場合はエクスプローラーに URL を渡すと、まあ、エクスプローラーがいい感じにやってくれます。これも失敗するともう表示する手段がないので、まあなんかウェブにブラウザに何か、入ってないとか何か動かないといった不具合があるということです。 OS10 の方もすごく簡単ですね。システム関数の引数にオープンと URL を渡してやるだけ。これでデフォルトブラウザが開きます。で Android の場合は先ほど定義しておいたインテントに対してインテントを作ってやると。アクションはビュー、そして URL は JURI に変換してくれるこの STR2JURI を使って文字列から URI に変換したものを渡してやると。そうするとそれを T Android Helper のアクティビティ、スタートアクティビティでインテント渡してやるとデフォルトブラウザが起動します。これはアクションビューで URI が渡されると、その関連づいたもの、例えば Chrome を入れていれば Chrome が起動するし、Firefox を入れていればそれが起動する、 Opera が入っていれば Opera が起動するみたいな形で、暗黙的インテントと呼ばれるものです。で、iOS の方、これはすごく簡単で用意されています。シェアードアプリケーションに OpenURL というものが用意されています。これを呼ぶと、デフォルトブラウザ開いてくれます。ただ、渡すものが、NSURL のインスタンスである必要があります。なので TNSURL の、OC クラス、 OC クラスというのは Objective C クラスのことですの、URL with string という、イニシャライザーを使って、この NSURL のインスタンスを作ります。で渡すものもストリングそのまま渡せないので、 str2ns ストリングを使って ns ストリング化して、まあ、渡してやると。それを tnsurl でラッピングしてやって、まあ、初めて渡せるんですが、まあ、他のに比べたら簡単かなと思います。では最後のところに、ハイブリッドアプリ、まあ、先ほどハイブリッドアプリ、説明したので、まあ、それはそれでいいのですが、これだけではまあちょっと片手落ちな部分があると。というのはハイブリッドアプリは、ただ単に表示しただけでは意味がないんですね。ウェブ側でできないことを、アプリ側にやらせたいわけで、ウェブ側からアプリをキックしたり、逆にアプリ側から、ウェブの JavaScript に対してキックをしないといけない。例えば通知出してっていうふうにウェブブラウザーが思ったときに、アプリケーション側に通知を出すためのメソッドを用意しておいて、まあ、それをキックしてあげないといけないわけです。なので相互にデータのやり取りが必要になります。で、それを実現するライブラリとしてスクリプトゲートというものを作りました。このスクリプトゲートを使うと T ウェブブラウザーで表示しているページの JavaScript と Delphi 側のメソッドが相互に呼び出せるようになります。ちょっとかぶっちゃったんですけど、ビットバケットのところに普通に落ちていますし、 getit からも取得できます。スクリプトゲートで検索してみてください。でそれに対する解説記事も、キータに載っています。これは多分資料が後で公開されるので、そこから行くか、もしくはキータスクリプトゲートなどで、まあ、検索していただくと、出るかなと思います。でスクリプトゲートの実際の利用方法なんですが、まあ普通に検索パスにスクリプトゲート、getit で落とした場合はこれは必要ないです。まあ普通にビットバケットから落としてきた場合は、まあこういう形で、検索パスを設定してあげると。そして、Android の場合はなんですが、 Android だけ JAR が必要です。getit で落としてもビットバケットで落としても、この SG Web クライアント JAR というものが入っているので、この JAR を、プロジェクトマネージャーのライブラリのところに追加してあげます。そうするとスクリプトゲートが使えるようになります。
このジャーの中身がですね、WebView クライアントというものの実装になっています。WebView の何かアクションが起きるたびに WebView クライアントが呼ばれるんですが、まあ、そのイベントを Delphi 側に上げるためのものです。で、実際どんな感じかというと、まあ、これまず JavaScript 側です。スクリプトタグに囲まれて、ファンクション HelloJS というものを定義しました。そうするとアラートを使って Hello JavaScript と表示して、さらに、戻り値として Hello っていう文字列を返すようにしました。そして、下は、JavaScript か、HTML から、まあ、Delphi を呼ぶための、コードです。 ahref Delphi コロン Hello Delphi という形です。この Delphi コロンはHTTP コロンとか FTP コロンとかいったあれと同じでスキームと呼ばれるものです。で、Delphi 側どうやってるかというと、まず TScript ゲートを作ります。で、セルフ。ここはですね、セルフを渡してるんですが、別に T フォーム限定ではないので、別のクラス、新しく作ったクラスで構いません。これはキータの方の記事に詳しく書いてあります。で、どのウェブブラウザーと通信するのかということで、ウェブブラウザーを指定します。そしてスキームをして、ここで今 Delphi っていうふうに指定したので、さっきの JavaScript のところでは Delphi コロンにしなくてはならないと。例えばここがエンバカデロだったら、JavaScript の方もエンバカデロコロンにする必要があります。で、Delphi 側から JavaScript を呼ぶ場合は、F スクリプトゲートの callScript というメソッドを呼びます。そうすると、文字列で指定したJavaScript があれば、それを呼び出せると。そして、戻り値も受け取れます。戻り値も無名メソッドで渡ってきます。まあ、基本的にストリングで、ストリングだったら何でも入るのでストリングでやっていますが、まあ、その辺は例えば int なんだったら、まあ、int がストリングでやってくるので、str2int を使って、まあ、int で処理をするとか、そういうことができます。で、JavaScript に公開するためのメソッドは、このセルフが持っている、セルフというか、第一引数が持っている、メソッドが、プロテクテッド、あ、違う、パブリック以上のメソッドが全部公開されているので、例えば、ハローデルファイがパブリックであれば、まあ、これが呼べるようになると。実は、なので、フォームクリエイトとかも呼べちゃいます。まあ、呼んでも意味がないので、だから本当はセルフではなく T フォームのインスタンスではなく専用のレシーバーみたいなクラスを作った方が多分いいです。で、eval という機能もあるので、まあ、これを使うと DOM をそのまま呼べたり、アラート関数とか、組み込みのビルトイン関数も呼び出せるようになります。で、まあ、原理はそれぞれ実は OS が JavaScript に対して、アクセスするための手段を用意しています。 Windows はちょっと僕が、まあ、スクリプトにちょっと細工があるので、本来は exec っていう簡単なメソッドがあるんですが、まあ、それを使わずにスクリプトの invoke というものを使っています。まあ、あとはそれぞれこう、呼ぶための普通に検索すると出てくるものですね。で、まとめです。HTTPA のアクセスは、Tnet HTTP クライアントがすごく便利です。これを使うと良いと思います。そしてウェブブラウザーを組み込む場合はいくつか設定が必要で、まあ、チェックバックとかですね、あの辺が必要になってきます。そしてウェブとデルファイの相互呼び出しを実現するスクリプトゲートライブラリを使うとハイブリッドアプリ化が楽になるかなと思います。はい、ということで時間ぴったりで以上になります。ご清聴ありがとうございました。